祭りの夜、決戦場となる鬼ヶ島への討ち入り7日前にして、侍たちは大量の刀を手に入れていた。ゾロ十郎さん、あなたの刀がもし本当に秋水なら、ワノ国にお返しください。だからあれは俺のなんだよ。代わりを差し上げます。私が亡き父から譲り受けた刀、名刀閻魔。閻魔、カイドウに唯一傷をつけた伝説の刀です。カイドウを斬った刀、閻魔。